そう、これはこれは、もともとぬいぐるみですもともとぬいぐるみなのをこうピンにしましたエヌエーですちょっと機体はわからない <laughs> これは機体はないと思う普通に飛行,機飛行機モチーフ 自体の種類は何でもないと思うそう、丸め丸め、丸めなんだよねこんばんはー夜な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 やりましたねこんばんは なんかさめっちゃさなんか顔がさ白くない <laughs> なんかあでも顔だけじゃないえなんか肌白くない <laughs> もう肌が白いんだ <laughs>。肌白か こんばんは。皆さん、今日は、得点会だったんですけど、すでに、もう明日からですね、あのー、あれなので、もう告白心拍数になるので、切り替えていきましょう。皆さん切り替えていきましょう。まあ、こう、今日、 昨日の余韻があるままに明日買っていきましょうう <laughs> 明日買っていきましょうということででもほんとにね今日のちょっと一個ミスは前髪が長かったことかな,なんか最近めっちゃ切るんだけどすぐ長くなっちゃってそうですねもう今回は。 頑張っていきましょう。皆さんあ、ありがとうございます。そうなんですよ。部数がね、増えたんですよ。頑張っていきましょう。星ありがとう。こんばんは。そうですね。説明していきますと、あ、え、ば。このウェルカムコメントに書きたいのに、コピーす。 あ,もありがとうございます。今本初ありがとうございました。久しぶりに言う,言うたな。こんばんは。お疲れ様まです。もう本当にあのー。 普通に服装はもうなんか選べないようにしてあるから <laughs> もう,うここあんまだなってところはなしにしてあるからもう一級入婚的な感じにしてあるんで、まあ、どこに来ても当たりなんでどこに行かなくても後悔はすると思います。どこかかに行かなければ 絶対に後悔するっていう感じで選びました <laughs>。やってみました。こんばんは。サダンのおすすめはスパイ、スカイエキスポ会場ですか。いやー正直全部です。<laughs> 正直全部ですけど、やっぱこう飛行機までもう堪能するならやっぱ。 天才でしょ。こんばんは。やっぱりやっぱりやっぱり何えしかも何が天才かって言うと、そうスカイエキスポはツーショットなのね。でツーショットの時にシーエーにしてるから任せてよ。 任せてよさすがに任せてそこはそこちゃんとしてるからさ <laughs> もうその日は大いにあのー、航空っていうかまあ地上ですけど空の旅を楽しんでもらってちょっとこんばんは。 ほんとは秘密の日作ろうかなとも思ったんですけどもう今回はガチで勝負しに来てるので <laughs> ガチで勝負してるのでちょっと全公開でほんとに来てほしいので頑張ってみました頑張って考えましたみんな来てください普通にめっちゃ楽しいんだよね 昨日、今日今っっててめっちゃ楽しくてでなんで楽しいかって思うと優しいんだよねみんな <laughs>。みんなが優しくてなんかこうなんて言うんだろうもしなんて言うのもしじゃないなんか嫌なこと言われてもあの、対応できる精神は持ってるんだけど本当に 嫌ななこことと言われたことがなくて特 <laughs> 典会とかでもう本当に来てくれる方々がみんな優しくて本当にすごい褒めてくれたりするからもうとにかく自分が楽しいっていうちょっとそれは自分が楽しめちゃうっていうのがあるよねこんばんはこんばんはこんばんは めっちゃみんな優しくてほんとにありがたいこだから作業的な特典会じゃなくてほんとに楽しんでできるからそれはほんとに皆さんのおかげだと毎回思いますこんばんはこんばんは ほんとにねいいですそうだね幕張はお家も帰れるしみたいなねそういうのもあるこんばんはわ何よりですねちょっとあのおとといはですね昨日でした昨日はですねリアル飛行機を久しぶりに見ましてもうパワー注入って感じですこんばんは こんばんは,は。えー、そうだよ。ピンにしたんですもんね。ピンにしてますので。 ここか明日はいけない、ね、しばらくはいけないよねやっぱこんばんはボーイング T シャツ買おうかなおすすめ結構おすすめただ普通に街中で着てると青すぎてバレるバレるじゃない目立つ目立つます目立つますとか言ってこんばんは アイドローありがとうめっちゃ目立ちますだからまあ目立ってもいいなら普段使いしてもいいと思うけどまあでも最悪目立っちゃうようならパジャマにしてもいいと思うボーイング T シャツは使い方いろいろめっちゃ目立つよ正直 青色はめっちゃ目立つからでも黒もあるから黒なら全然いいと思う黒なら全然いいと思います CA サーターに会いに行く時の清掃は何がいいえ全然何でもよくない CA と一般乗客でもいいしなんならパイロットでもいいし一緒に CA になってもいいしいいしーえま、ー、ありがとう ありがとうございます。どこだと目立たないサラのレーンですかねおしゃりがとうございますえーね、可愛い,いよねいや、普通にめっちゃ可愛い,いこれこれもうさ、ピンつけちゃったからさ、普通のキーホルダーとして使用不可能になったんだけどまあ、もう一回買えばいいよね、こんばんはめっちゃ可愛い,いこれでも意外と重さあるから結構、結構危ないです一回振動させるとちょっとずれます 抑えないと。カジケンさんのカードさった日でラッキーラッキーだトレードはしちゃダメですね。こんばんは。そうですよ。シーエイさんは男の人もいます。 頭につけてる子は人生で初めて見た <laughs> でしょでしょこんばんはチャータン変わってません食べましょう <laughs> いっぱい食べましょういっぱい食べていきましょう ありがとうございます星一応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 星なんだけどちょっとこれがあの最初の方はもう見た目だけであもうこれです。 ANA ですってなったんですけどこういろいろ知っていくうちにどんどんいろんな会社のいいところが見えてきちゃって選べなくなっている選べなくなってしまっているそれが現状です。 でもなんですよね SK 好きな方に関してはなんかこう「うわこの子めっちゃお顔タイプ好き」って思ってグループ見てたら「あれこの子もめっちゃダンス上手あ好きかも」ってそういうそれと一緒なんですよね正直こんばんはみんなと一緒みんなと一緒なんですよ こんばんは。<laughs> こんばんは。一本に絞らないとお仕事来ないよ。お仕事のために飛行機好きなわけじゃないですよ。本当に好きだから選べない。こんばんは。<laughs> さあごめんね。ごめんね。こんばんは。 紐を引いたら動きたいから、そうです。<laughs> そう、みんな、そうだよ。理解してるよ。飛行機好きになって。理解したいよ、こんばんは。 空港会社は安さしか見ててななくてすまないでもそれも一つの選び方だから全然いいと思うだってすごいからね安く飛べる飛行機ってすごいんだよだってさ安くさ空飛べるんだよサービスとかはさ違うとはいえさ飛んでるという事実に変わりはなくてさ 安く飛べるんだよ幸せじゃんねこんばんはこんばんは旅行関連で働いてるからいろんな航空会社のフィギュアいっぱいえちねうだいこんばんは ポジティブシンキングね。こんばんは。なんでそんなに。飛行機なの。好きだから。いろんな会社乗ってみたい。本当に。 今一番乗ってみたいのはスターフライヤーとピーチですこんばんはこれは完全にビジュで選んでますビジュで乗ってみたいランキングバンツートップスターフライヤーとピーチですなんかスターフライヤーのさあ椅子ってさあ 倒すとさ、座席前動くの、ね、そういうあのなんていうの後ろの席の人がさこう狭くならっちゃわないようにさ動くんだけどさそれって結構革命的だと思うんだよね新幹線とかも全部そういう機能つけた方がいいと思ってく,くらい革命的だと思いますこんばんは飛行機一番最初に好きかもって思ったポイントどこだっけこう、自分の <laughs> 自分分のの悩みとかが ちっぽけに見えたんですよね <laughs> 飛行機に乗ってもまず離陸に感動しまして離陸に感動した後窓を見たら家が小さかったんです学校がめっちゃ小さかったんですよそれを見た瞬間にあ、世の中にはいろんな悩んでる人たちがいるけどそれって実は本当にちっぽけで こんなに世界って広いんだって新しい価値観をもらいました飛行機に感謝ですこんばんはこんばんはえそうなのバスにもあったりするのすごっこんばんはこんばんは それれだけ考えられるサーダスありがとうありがとうそうやって考えさせてくれる飛行機もすごいと思う本当に大好きです飛行機ラブ離陸にも感動しました、ね、でもこう飛行機って徐々にこう高くなってくじゃないですか初めて乗った時はもう最初に上がったところがもう このの高さでずっっっと行くんだって正直思ったの一回もったことなかったからしかも知らなかったし何もあこの高さで行くんだうわ家ちっちゃいと思ってもうさずっと見てたらさ雲の中を通ったのねその瞬間えいっつも教室の窓から見てた雲の中入っちゃったよと思って <laughs> 入ってしまったよと思ってそこでもうまた感動そしたら 雲の上に行ったんですよ一瞬死んじゃったのかと思いました自分。雲の上にいる死んでしまったのかなって一瞬思ったぐらいなんか迂かもう素晴らしくて言葉に表せなかったですねあれは死んじゃったのかなって思うぐらい綺麗で本当に素敵でした。 あれを、なんかこうあのお値段で見ていいものだったのかっていうのはちょっと分からないですねいまだにこう1万円とかで乗れたりするじゃないですか最近だとさセールとかやってるとさ5,000円で乗れちゃったりするんですよ。5,000円であの景色を見てしまっていいものなのかっていうのを最近よく考えます。 あれは五千円の景色じゃないですダメですあれこんばんは本当に本当に本当に素晴らしいですで、まあ、離陸ですよねあーちょっと待って離陸の前に シートベルトね忘れてた離陸の前にシートベルトね地球は青かった <laughs> 宇宙まで行ってないよ <laughs> 宇宙まで行ってないよねシートベルトなんですよシートベルトをつけたあの感覚私は忘れられませんあれを忘れることはできません で、あんなに頑丈なシートベルトをつけたことによりえそんなに動くのって最初思ったんですよえそんなにやばいの揺れとかやばいのかなと思ってそしたらさ、シートベルトのさ音鳴るじゃん音鳴ってさ、え何この音そんなにやばいのと思ったらさ飛行機がさ、ずーんってさ、加速していくわけですよもうなんかこれは… アトラクションみたいなアトラクションみたいなさ感じだよねシートベルトするのしなさい <laughs> しなさいシートベルトもうねそれでもうびっくり加速し始めた瞬間あもうダメだ <laughs> もうダメだもうこれダメだと思いました こんなものに出会ってしまったら私はもう地上に降りてこれないかもしれないと思いましたそしたらもうね景色がちっぽけに感じますよ今までの自分が <laughs> で雲の上をね、まあ、上がってしまって一瞬死んだかと思うしそしたら離陸しますよで離陸する時に私は札幌だったのでやっぱりなんと言っても 青森と北海道のあの日本地図でよく見ていたあの形を真上から見たわけですよそこで日本っていいなって思いました日本って素晴らしいなって北海道をありがとうって思いました北海道と青森離れててなんかさなんていうのあの特有な形あるじゃないですかまあ、地図 なんか地図を日本地図を覚えるには飛行機から見た方が早いなと思いましたあ覚えやすいなと思ったもうね本当にねあの青森と北海道の間のあ,のあそこが見えたのは私にとってもう本当にあのあのあの,あの,あ,の,あ,のあの飛行機の中で一番こう嬉しかったこと嬉しかったことでした 津軽海峡生誕写真ありがとうもうねほんとによかったよかったなそしていよいよ着陸に入るわけですね着陸に入ります そしたら、こう旋回すするわけですよ旋回したらこう、北海道の畑が見えるわけ。畑だーって思いながら <laughs> 旋回を見て旋回したらいよいよこう、着陸態勢に入りますと着陸態勢に入りますって言われたらさ今から何が起こるんだ状態ですよもう一回も乗ったことないんだもん着陸どうやってするのみたいな。で 着陸体制に入りますみたいなシートベルトを必ず締めてみたいなそう言っててどどんぐらいすごいのって思っててそしたらさ千歳空港ってさリリあ着陸するときにさこう森林みたいな木みたいなのがさこう近くにあるんですよ。それをさ通ってさ木の上って思いながら木の上。<laughs> の上通ってると思いながら着陸しまして着陸の瞬間今思えば素晴らしい着陸だったんですけどその時はあんま分からなかったんですけどドスンと行きましたねこう隣にビーム基地がいたんですけど。 その二人は結構怖がってたんですけど私は目を輝かせてましたね本当に着陸もいいですね一度天国へ行ってまた生まれ変わったような気分だったそうかもしんないそれ確かにそうかもこう物事の考え方が飛行機に乗ったことによってこうまた一つ上の段階に行った感じがしました もう本当にだからいろんな着陸を経験してみたいですもうこう天候が荒れてる中の着陸も経験してみたいしめちゃくちゃうまい着陸も経験してみたいしいろんな着陸を経験したいんですよとにかくケツでよかった耳はめっちゃ痛いですで耳めっちゃ痛かったけどそれどころじゃなかったもん <laughs> めっちゃ痛いけどめっちゃよすぎてめっちゃ痛かった <laughs> もうほんとにあえば44分で終わりにしようと思ってちょっとすいません。バブル起こるので13位サータン12位アンズさん11位ボブ10位男の子9位侍八8位嘘刀だった <laughs> 8位サータン 7位ドラゴン6位ウパールーパー5位トラ4位ラスカル3位あやめろさん2位サータン1位女の子ありがとうございます皆さんえっ、ー、とチキホルとかのグッズは今日までです今日の零時まで明日の15時からは 告白心拍数の一時申し込みです忘れずにお願いしますさようならーバイバーイ